庫も様子がおかしい。爆撃機も離脱していく。
諸君らが交戦した敵航空部隊からは核兵器搭載の確認はできなかった。詳細については調査中であるが、ベルカ国内で複数の核が起爆したことは事実である。作戦中に消息を絶ったガルム2に関しても未だその生存の有無は不明。捜索は続行するが生存の望みは薄いであろう。核の影響により通信網は遮断されたままである。状況が回復するまで待機せよ。